こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。心理学の学習支援、研究支援、そして社会実装をしております。この動画は弊社の心理統計講座という講座の内容のうち、人事データ分析、ピープルアナリティクスのための統計データ分析に関連するものをお話しし直すものです。少しプラスアルファのお話もしております。毎回3分程度で少しずつお話しします。もともとの心理統計講座の動画シリーズに関しては、この動画の説明欄に URL がございます。今回は散布度の求め方、Excel による分散・標準偏差と題してお話しします。まず分散ですが、Excel で実際に計算してみましょう。まず個人営業部の分散から見ていきましょう。イコール